どうもタカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいリュックや、ちょっと新しいガジェット、こういったものをですね、クラウドファンディングを中心にご紹介させていただいているチャンネルになっております。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですねチャンネル登録と再生の方といいねよろしくお願いいたします。で、今回なんですけども、世の中には人をダメにするアイテムがいっぱいあります。人をダメにするソファー、人をダメにするクッション。今回ご紹介するのは、いつまでも包まれていたい今治のタオルメーカーが本気で作った人をダメにするタオルっていうところで、人をダメにする、まあ、いわゆるタオル毛布ですね。正確に言うと、こちら人をダメにするタオル毛布になっております。こちらの今治のタオルメーカーが作った人をダメにする包まれすぎ注意という風な、タオル毛布に関しましてはですね、一度被ったら出たくなくなる、さらにはいつまでも触れていたい、そしてタオルケットだけど毛布のようにずっと触っていたい、そんなタオルケットが欲しい、この純粋な気持ちからですね、開発した人をダメにする、タオル毛布になっています。皆さんね、これから、冬になっていくにつれて、やっぱりこういうね、タオルケットだったりとか、あとは毛布、こういうのはね必需品になってくると思います。そんな中で今回はですね、この人をダメにするシリーズを一回ご紹介させていただきたいなと思ってですね、今回メーカー様にお願いしてサンプルを提供いただきました。触ってみた感じ、もう動きたくね、このまま寝たいって感じがしています。はい、もう本当にね、休日にこれとソファーがあったらですね、くつろぎたいなと思うぐらいね、もう今触った段階でもすごい気持ちいい商品になっています。で、こちらなんですけど、現在ですね幕開けの方で出資支援を行っておりまして、1個ですね27,500円と、まあちょっとね毛布にしては高いんですけど、ほんとねこの感触味あったらね、3万とか27,000出してもね、ほんと欲しいなって思うような、触り心地になっています。ぜひですね最後まで見ていただいてですね、私はこの冬人をダメにする、毛布で寝たいっていう方はですね、支援の方をよろしくお願いいたします。はい。で、今回のこの人をダメにするタオル毛布なんですけど、こちらですね、3つの特徴がございます。まず1つ目が、今までのタオルとは違う、滑らかという新感覚の肌触り。そしてですね、いつまでも触っていたいと思うようなね、生地だというところ。さらには、タオル生地だから年中気持ちよく使えるというところ。そしてさらに、体に密着をし、そして積み込まれるような安心感と暖かさを提供していただけるというところです。いっぱい機能詰まってるんで、ぜひ皆さん、最後まで見てください。それでは行きましょう。はい、それでは商品の方をご紹介したいと思います。こちらが今回ご紹介する今治の、タオルメーカーが考えたですね、人をダメにするタオル毛布になっております。今回のこちらの商品、まずスペックの方をご紹介したいと思います。アイテムとしてはタオル毛布という形になっていて、展開色としてはですね、この一色、ブラウングレー一色になっています。で、サイズなんですけど 140×200cm とですね、これ結構大きいんですよ。展開してみた感じ、これぐらい結構でかくない？タカさんが座ったらすっぽり隠れていて、で、こういう風にね、膝にかけてもですね、十分、こう、体をね、すっぽり覆えるぐらいの、かなり、でかいタオルケットになっています。で、こちら重量としてはですね、1820g ございまして、結構ずっしり感があるんですよね。で、さらには、まあ、こちら、組成としては、シルクを、使っておりまして、非常にですね、持った感じも滑らかで、ずっと触っていたいというような気持ちになっている感じです。で、原作は日本製という風になっております。で、取り扱い方法のところをご説明させていただくと、こちらね、洗濯の場合は、洗濯ネットとかに入れて、洗濯機に入れていただいて洗うことも可能です。で、変色の恐れがちょっとあるので、まあ、こう蛍光剤とか、あとは塩素系のね漂白剤、そういったものとの使用は、お控えいただければなと思っています。で、その他脱水が終わったら素早く干すことをお勧めいたしまして、よく皆さん、タオル、買った当初と使い続けて違うじゃないですか。で、これはふわふわ感が売りなので、ふわふわ感なくなってくると気持ちいいタオルじゃなくなってくるので、そこの部分ね気をつけていただければなと思っています。はい。ね、まあ、あとは、伸びてしまったバイルは根元からハサミで切ってくださいとか、まあ、基本的にはタオルと同じような形の、まあ、取り扱い方法になっています。こちらのタオル毛布なんですけど、素材とかですね、あとは、製造方法にですね、非常にこだわっていまして、まあ、とにかく、この気持ちよさっていうか、滑らかな風合いが非常に、特徴的な、タオル毛布になっています。いつまでも触っていかなくなるような風合いとは、一体どんな風合いなのか、皆さん気になりますよね。こちらなんですけども、最終的に出た結論が、滑らかさが
重要だっていうところになって、これ開発チームがですね、議論に議論を重ねた結果、この、滑らかさを求めたタオル生地の、毛布になったんですよ。で、この滑らさを追求するためにですね、様々な、素材をですね検討した結果、今回ね綿、80% のシルク 20% の混合糸を使用し、さらに特殊なですね、まあ、製法で、この生地をですね折っていた結果、通常のタオルケットより高密度になりまして、さらにはですね今までにないような吸い付くような滑らかな肌触りと、高級感のある、光沢感をね感じていただけるような商品になったって感じなんですよね。絵面で見てもわかるようにかなりですねこう光沢感ありません？これはなかなか出ないっすよ。こう光をねこう変えるとどんどん光沢感が出るんですけど、結構これ素晴らしいなって感じがしています。ところでね、先ほどから聞いていてなぜシルクを選んだのか皆さん気になりますよね。こちらに、今回この滑らかさを追求したこの人をダメにするタオル毛布なんですけど、作成にあたってですね数ある素材の中でシルクを選んだのは特徴が、シルクの長所にあったからです。まず光沢感がシルクにはあってですね、綿よりも、この繊維に含まれる水分率が非常に高いため滑らかなタッチになる。さらには、この天然の繊維なので低刺激であり、乳幼児や肌の弱い人にも最適。そして化粧品などによく使われているセリシンというね成分がこの、シルクには含まれていまして、しっとり感が非常に高いんですよね。で最後が通気性と保湿性、さらにはね吸湿性に優れているといったところから、まあたくさんの長所があるこのシルクは絶対的にこの滑らかさを出すにおいて不可欠だっていうところにたどり着いたんですよ。なのでこれをね、使用したっていうところです。もちろんねこのシルク短所もあります。例えば黄変しやすいとか、シミになりやすいとか、水に弱いとか、あとは、摩擦に弱いとか、毛羽立ちしやすいとか、そういったねいろいろな、まあシルクには欠点っていうのもあるんですけど、どのようにその短所をですね抑えて長所を生かすかっていうところに、考えたのがこの混合率なんですよね。であえてシルク 20% の綿 80% にすることで、このね、シルクが持つ短所っていうのを極力控えたんですよ。で、光沢感滑らか感を保持したままですね、シルクの短所である部分を極限まで抑えてこの毛布が出来上がったっていうところで、ほんとよく考えられた毛布だなっていう風に感じました。はい。でこちら滑らか感を追求しすぎたあまり水を吸いませんっていうところで、これね今回作成したこの人をダメにする毛布なんですけど、全くもって水を吸わないタオルが出来上がったんですよ。これタオルとしては最悪の欠点なんですけど、タオルじゃなくて毛布だからこそ最高の長所になったんですよね。例えばどういうことっていうところだと思うんですけど、これ、ちょっとね先これから洗面台のところに行ってこれ実際に試してみるんですけど、これね上から水をかけても水たまりができるだけであって中に染み込まないんですよ。これすごくないっていうところで、ちょっと早速皆さん見に行きましょう。はい、今洗面所にやってきました。で先ほどのその水を弾くとはどういうことかっていうとですね、今ここに、水を用意しましたね。水を弾くというのは、例えばですね、ここやっちゃったってなっても、こう水がね、水たまりができるだけでなかなかこう染み込みにくいので、まあ、長く置いてしまうと染み込んではしまうんだけど、すぐにねこう拭いちゃえば、極力ね染みになりにくいっていう素材が、これです。なので結構これ使いやすいなって思いますね。はい、いかがだったでしょうか。かなり弾いたよね。すごいよねこれ。素晴らしいと思います。だからこれを使えば、例えば毛布を、まあこう膝にかけてソファで寝転びながらね映画見てコーヒー飲んでる時にコーヒーこぼしちゃったっていう時あると思うんですけど、そういう時もですねシミにならないし、すぐに拭けば、もう乾くので、ちょっとしたミスっていうのをフォローする役割も果たして、すごい使いやすい毛布になっていると思います。ただしですねこちら防水ではないので、ジャブジャブにこぼした場合はさすがにね、洗わなきゃいけないので、ちょっとこぼした時のフォローみたいな感じで思っておいてくれればなというふうに思います。先ほどねこの毛布、スペック紹介した時に重いっていうふうに思ったよね。なぜこの重さにしたかっていうところなんですけど、このね人をダメにする毛布に関しましては、通常のタオルケットより特殊な折り方をした結果、高密度な重いタオルが出来上がったんですよ。でこれあえて重いタオルケットにしたって形で、体にかけた時にこう沈み込むっていうところが大事なんですよね。軽いタオルケットだとどうしてもやっぱりこう暖かさとか、あとは包まれたっていう感覚がしないんですけど、このタオルケットは重いので本当にね包まれてもういつでも寝れるっていうような感じ。この生地自体が
しっかりしているので冬も、暖かい、なおかつ夏場でも最適な環境を作り出してくれるっていう意味で、重さまでよく考えられた人をダメにする、タオル生地の毛布になっています。はい。で、こちら深い色合いっていうところで、これ配色ブラウングレーにこだわったっていうところもまた一つのキーでして、男女どちらにも使っていただきやすい落ち着いた色になってるんですよね。あと汚れも気になりにくい色にもなってるので生地の色も素晴らしいなと思います。で、ここで使われてるこの糸の特殊な織り方なんですけど、A と B の糸をこうね、ねじった感覚で作られた糸になっていまして、これ通常であれば、この糸はですね、後に染色されるんですけども、この糸の場合は、2色に、染めたものをですね、こうねじってるので、一手間かける必要性が非常にあってですね、単色では表現できない色の深みっていうのもこれだったらできるので、だからこそこう細かく見るとすごい色の変化がわかる、毛布になっています。はい。この毛布、2つの風合いが楽しめまして、今お見せしているのが毛布として、使う場合のシャーリングという面になっています。こちら表ですね。これ裏面なんですけど、裏面はこういう感じになっていて、タオル生地なんですよ、こういう風にね。なので、裏面はねすごいサラサラして気持ちいいので、夏場はこっち側を内側にして寝るとかすれば結構ねこう風通しも良くて気持ちよく寝れると思います。で、一方冬場はこのシャーリングの方を下にしてね、このバイルの方を上にして寝ることで、あったかさを、この体に与えることができるので、そういう意味ではですね、2つをうまいことこう季節の温度のね、合わせてですね使い分けていただくと非常に使いやすい毛布になっているんじゃないでしょうか。はい、皆さんいかがだったでしょうか。個人的にですね、この人をダメにする毛布、非常に気持ちよくて、もう手放したくないなって感じがしました。僕ゲーミングチェアでたまにね、寝ることがあって、まあ寝るときにですね、僕普段使ってるのが、いわゆるですね、寝袋、キャンプ用の寝袋を上にかけて寝てるんですけど、あれ意外とね、寝心地悪いんですよね。うん、で、まあ今回この毛布使ってみるとですね、すごいね、程よいこの滑らかさと、この重厚感が、本当にね、こう、椅子に座りながらこれをかけているだけで、もういつでも寝れるわーみたいな感じで思うような製品になってたので、ほんとこれね、できればこの冬使いたいなっていう風に思える製品でしたね。はい。裏表でこういう風にね、生地の折り方も違うので、こう温度に合わせて使い分けもできるってところは結構僕としては新しい発想だなっても思ったし、これ本当にね、タオルメーカーが作ってるだけあって、タオル生地のこの裏面の部分も本当ね、いつまでもこう頬をね擦り続けたいぐらい気持ちいいんですよ。なので本当おすすめです。で、ちょっと使ってみてですね、メリットデメリットをご紹介させていただくとですね、正直なところ言うと、デメリットは今回の商品あまりございません。メリットとしてはやっぱりこう気持ちいいとか、重厚感があって素晴らしいとか、あとはですね、いつまでもスリスリできるようなこの滑らかさっていうところで素晴らしいと思います。で、こちら現在も幕開けの方で出資支援を行っておりますので、ぜひ皆さん、気になった方は冬に備えて、支援の方をよろしくお願いいたします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。受験生にもすごいおすすめ。バイバイ。